こんにちは、賃貸のマスクです。本日は近鉄郡山駅と JR 郡山駅のちょうど間にありまして、両方と徒歩圏内の大変便利な位置にございますカルチェ本町 1DK のお部屋のご紹介をさせていただきます。はい、それでは洋室の方からご紹介になります。こちらはですね、約7畳ほどですね、割と広々としております。単身の方でですね、広めのお部屋をお探しの方に大変おすすめなお部屋となっております。こちらの方にはエアコンですね、1台備え付けとなっております。はい、しっかりとですね、バルコニーの方もございますので、洗濯物、布団もですね、しっかりと、干していただくことが可能になります。はい、そしてですね、こちらの収納スペースが大変広くなっております。はい、ウォークインクローゼットということになっておりまして、奥行きと横幅は大変広々としておりますし、はい、お洋服もしっかりとかけていただけます。また長いものですね、スノーボードであったりとか、そういったものもですね、しっかりとここで収納していただきますので、お部屋の方も、広々と使っていただけるような素敵なお部屋となっております。はい、こちらのですね、モニター付きインターホンになっておりますので、こちらで、お話ができます。女性の方もですね、安心していただける設備ですね。はい、そしてこちらのダイニングキッチンの方になります。お部屋とはですね、こういった引き戸で仕切れるようになっておりますので、デッドスペースも少なくなります。キッチンの方はですね、こういった窓もあるような、喜んでいただけるようなですね、キッチンになっております。お好みのコンロを置いていただけますし、二口のですね、コンロを使っていただけます。調理スペースとシンクの方も広々としておりまして、上の方とですね、下の方にも収納スペースがございますので、お鍋やフライパンもこちらの方に収納していただきます。はい、キッチンの方はですね、窓もあるので明るく調理していただけますし、換気もバッチリですね。キッチンの横にはこちら給湯器のリモコンもございますので、すぐに温度設定の方も変更していただけます。ただこの辺りですね、冷蔵庫や食器棚ですね、置いていただけますので、調理スペースとしては十分なぐらいの広さになっております。はい、こちらの方は洗面所の方ですね。はい、独立洗面台のシャンプードレッサーになっておりまして、その横に室内洗濯機置き場がございます。奥の方にはバスルームになっておりまして、自動湯張りとですね、追い炊き機能付きの大変、喜んでいただける設備になっております。はい、そしてこちらの方は玄関スペースでシューズボックスが付いております。奥の方にはお手洗いになっておりまして、ウォシュレット付きですね。はい、まだまだご紹介させていただきたいんですが、詳しいご内容は弊社ホームページをご覧ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のお店では皆様の部屋探しを全力でサポートさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。